プチプチラジオ、皆さんこんにちは。毎週木曜日お昼の11時半からプチプチの真面目な情報から楽しい情報までお届けしているプチプチラジオです。メイン MC を務めるプチプチ文化研究所所長のビビです。よろしくお願いします。はい、プチプチマイスターの小森です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、今、マイスターは大忙しなんですね。そうなんですよね。もうバタバタしてて申し訳ないですけど、はい。そうなんですよ。それが何かっていうと、はい、はい、ちょっと紹介を、うん。はい、お話しさせていただきましたけども、国際物流総合展2012。はい。はい、こちらに、出展をさせていただいております。はい。場所はですね、東京ビッグサイトで、うん、で、本当は9月11日からやってるんですけども、はい、まだやってまして、はい、9月14日金曜日までやっておりますので、ぜひ明日までですね。そうですね、明日までですね、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思うんですけれども、うん、今回先週も少しだけお話したんですけど、プラパールというものを中心に展示をさせていただいているんですけども、はい、実はこの物流展をで初めてお披露目になる新商品が3つあってですね、それが見ものです。1つはアミゴボックスという商品ですね。でアミゴボックス、そうです。もう一つはカパッチ青空、うん、青空、青空です。爽やかですね。爽やかなんですけど、であとはエアピロンハート型という、かわいいんですよ。そうなんですよ。この3つの商品が見れるのは実はこの展示会が初めてで、今はこの展示会でしか見れないと、はい、いうことになってます、うん、詳しくはぜひ来ていただきたいと思います。そうですね、東京ビッグサイトで、はい、明日まで。そうです、何時までやってるんですか。はい、17時です。17時ですね。はい、明日も17時まで。明日も17時までです。そうですか、はい、そうです、はい、ぜひぜひ来てください。入場料は1000円となっております。はい、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。マイスターはいるんですね。マイスターいます。今日もこの後行きますので今日もこの後いますんで、はいはい、マイスターは、はい、マイスターって呼んでくれればはいって言ってすぐ考えます。